どうもゆたです。本日はですね、自分の愛車紹介ですね。2023年バージョンです。もう納車して5年は経ちましたんで、まあそろそろ、完成形じゃないですけど出来上がってきて、まあ細かいところまでちょっと、おさらいしていこうかなと。はい、細かいところまで紹介していきたいと思います。まず車ですね。こちらスバル WRX STI VAB の、D 型後期になります。もうね、納車して5年は経ちましたんで、はい。まず外観から変わっているところ、まあ最初に目につく、じゃあカーボンボンネットですね。こちらは、近藤エンジニアリングさんの、カーボンボンネットになります。種類何種類かあるんですけども、フルカーボン、すべてカーボンでできているものです。で、これの特徴としましては、あのこのね、エアーダクト、あの排熱のところあると思うんですけど、ここがね、穴開いてても中が排水構造になってるんで、あの蓋とか中外したりとかないです。もうそのまんま、このまんまで雨の日も行けちゃうような感じです。で、軽いしっていう感じで、とても素晴らしい商品です。で、一応ね、やっぱエアロキャッチのボンピンは、つけてます。よくね、あの万歳しちゃってる車両とかありますけど、そういうのをちょっと防ぐためにやってますね。で、バンパーは純正です。はい。で、まずじゃあ近藤さんつながりで、じゃああれだね、リップだね。フロントのリップスボイラー、こちらもカーボンのタイプになります。で、こちらはこんな感じで、ちょっとぶつけて傷ついちゃってるんですけど、裏にね、あのアンパネ、専用設計のアンパネ、アンダーパネルがつくように設計されていて、まだちょっとつけてないんですけど、今後つける予定になってます。はい。で、カナードですね。上がベルスエンジニアリングのカナードです。で、下が APR パフォーマンスのカナードです。まあ、本当に効果あるのかはちょっと定かではありませんと。はい。で、こちらのベゼルフォグカバーですね。が、これは、S4 用のカバーに変わってまして、で、ダクトが2つあると思うんですけど、下が、キャリパー本体を冷やすダクトになってます。で、上の方が、ブレーキローター。ベルハージンが、中央から風を入れてあげて冷やすような風のレイアウトにしてあります。はい。で、そう、まあ車重が重くてっていうので、ちょっとブレーキがきついので、ブレーキキャリパー、オーバーヒートしてシールが何回かダメにしちゃってますんで、それのまあ対策として入れています。あと、牽引フックはレイルさんのやつですね。これはちょっとね、黄色だったんですけど、もともとちょっと見えると思うんですけど、黄色、黄色だとね、ちょっとワンポイントで浮きすぎてしまうので、黒に自分でちょっとちゃちゃっと塗りました。で、あとここだね、ここは、エアクリ、吸気ですね。ここフレッシュエアをきっちり入れるために、ここを、エアクリーンとこまでダクトでつないでます。で、ここは艶消しだと思うんですけど、黒の
ツヤリでちょっと塗ってます。でさらにここちょっとラジエーター冷やしたいっていうのでちょっと開口を増やしてエアーの流量をねたくさん入れようという考えで穴が開いています。であとナンバープレートも YR アドバンスさんの、オフセットステアを使ってまして、普通だとナンバーここまで来るんですけど、この分ねラジエーターに、有効な空気量が増えますんで、そちらも冷却効果を狙って導入しています。で横行くと、まずこれだね、車外フェンダー、バリスのワイドフェンダーで、8ミリワイドなんで車検が通るやつですね。はい、これは結構かっこいいのでお気に入りなんですけど、ちょっとね内側も加工しないとギリギリのホイールは攻められないのでちょっと加工を削ってはいます。はい、んであとはこれですね、やっぱ目につくのは、エンドレスのレーシングモノ6ですね。でブレーキローターが370倍です。はい、でブレーキパッドは、MX72 プラスです。あまり攻撃性高いとあの熱もやっぱ持つんでブレーキもちろん効くんですけど、まあそんなに高くない魔材にしていますね。はい、でホイールの方がアドバンの RZF2、 こちら単造ホイールですね、18インチの、10J のプラス25になってます。はい、一応飲み込んでます。こんな感じでギアはちょっと出てるかな。フロントのキャンバーがね5度半でリアが4度ついてるんで一応入ってる感じかな。こんな感じっすね。でタイヤはね芝タイヤさんの TW280 です。はい、まあ街乗りしかしないホイールなんでサーキット用っていうのは別で ZE40 があるんでそちらは 050GS を使っているんですが、街乗りはもうこれで十分なので、はい、減りもねそんな速くないしとても満足しています。でリアのブレーキも、320mm 4ポットですね。これもはい、でサイドステップサイドスカートは STI のオプションのやつを使っています。はい、であとねそうだねカーボンドアついてますね。カーボンドアついてます。はい、めちゃくちゃ軽いです。めちゃくちゃ軽いです。はい、こんな感じになってます。はい、カーボンになってます。こんな感じでちょっとねここでねドア開けるんですけど助手席の人はちょっと我慢してもらって、こんな感じで、でね、窓もアクリル使ってます。でも固定になってます。はい、こんな感じです。で、ミラーの方も、APR パフォーマンスさんの、フォーミュラミラーになってます。はい、であとあれか、鉢巻きも、これもハッピークロイツのだいたい真ん中が21センチで横が25センチぐらいの幅で貼っています。でリア周りなんですが、バリスの GT ウィングユーロエディションですね。これも車検対応です。
で、多分ブラケットの高さは結構選べると思うんですけど、これ多分ハイタイプ255ミリだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そのぐらい、270ではないと思うんだよな、ぐらいのやつで、で一応結構ねハイマウントなんで、揺れ、横揺れがだいぶねするので、自分でワイヤーやってます。はい、これでもう横揺れはなくなりました。ただ横揺れなくなった、弊害というかあれで、あの衝撃が逃げなくなりますんで、こういう感じでね、トランクはもう完全にやられちゃってます。こんな感じで、もう中もこっちの中の方もねちょっと見にくいんですけど、完全に傷が、こっちの中もちょっと見えると思うんですけど、はい、そんな感じになっております。だと給油口は、オークションでね、なんか安いやつ、昔にね、買ったやつね。で横のやつが、デルタスピードさんのリアフェンダーダクトね。はい、で一応ここもこういう風にダイヤハウス切って、一応風流れるようにはしてます。まあ効果はどれぐらいあるか分かりませんけどね。で横が、バリスさんのサイドスプリッターフィンですね、カーボンのやつです。はい、でマフラーの方が HKS の、スーパーターボマフラー TI、普通のスーパーターボじゃなくてもうフルチタンのやつになっております。あと中央にあるのがリアディフューザー、これは近藤エンジニアリングさんのやつです。これもカーボンタイプになってます。はい、であとリアのケインフックはレイルさんのやつで、これも自分で黒に塗ってます。あと、バンパーのパラシュート効果でリアバンパーはちょっと穴を開けています。これやってからね、リアデフのオーバーヒートがなくなりましたね。多分溜まってたんだろうね、エアが。昔はねリアデフの警告灯、リアデフテンプっていうの、あのメーターについてたんですけど、警告灯がねつく時があったんですが、もうつかなくなりましたんで、やっぱり風流れてる証拠なんじゃないかなと思っています。はい、はい、そしたらエンジンルームですね。まずエンジンスペックの方なんですが、一応純正のエンジンなんですが、ピストンだけ HKS の、単造ピストンオーバーサイズですね、まあ、2リッター用のやつ入ってます。まあ、1回ねエンジンブローしましたんで、その時に単造ピストンに変わっています。タービンも純正です。でその時に減車セッティングしてまして、馬力の方がダイノパックで係数 1.14 かけて330馬力です。でトルクが50キロになっております。まあ EJ の減車セッティングって言ったら、まあこのぐらいか、もうちょっと上ぐらいが、まあ大体定番になってくる数字ですね。で、車重の方が1352キロぐらいですかね。一応ドンガラになってますんで、はい。でエンジンの方はもう2リッター純正タービンっていう、もう自分の中の決まりというか、まあそういうレギュレーションの中でサーキットをアタックしているという感じですね。
で一応関東のサーキットで言うとほぼほぼ VAB の車種別レコードは一応持っています。自分より2リッター純正タービンで速い VAB はなかなか見ないです。まあ自分で言うのもあれですけど、あん多分いないですね。まあ多分ここまで、まあ、軽量化もしてやってる人がいないっていうのはだいぶでかいと思うんで、はい、そんな感じになってます。でメガライフバッテリーですね。バッテリーはこれはだいぶ11キロぐらい軽くなります。で一応スペシーサイズになってます。こういうのもね、スペシーサイズ、スペシー用のやつが購入できます。あのトレーとホルダーね。はい。で、ゼロスポーツさんのクールエアインテークです。であと、プローバさんの、コンポジットのラジエーターです。オイルクーラー内蔵水冷にはなってます。はい、これがかなり優秀ですね。はい、とても気に入っているラジエーターです。でブローフはエッジケースのやつですね。はい、あとは、インテークの方は、レーシングサクションにカーボンサクションかなが入っています。で一応 EVC62.4IR かの EVC でブースト制御はしています。インタークーラーなんかも純正です。はい、あとパワーステークーラーですね。 EJ の泣きどころでありはありますんで、パワーステはまあちょっとこれあんま効果薄いとは思うんですけど、まあないよりはいいかなっていう感じでつけています。であとクスコのタワーバーですね。あとこの横は一応排熱で自作で穴開けて作ってるんですけど、これを世に僕が動画を出してからこのような製品がどんどんと、ちゃんとしたショップさんで作られて世に出ているので、真似されたんじゃないかななんて思ったり思わなかったりなんちゃってね。であと、スピリット、車庫長スペック R っていうね、一応ガレージ山郷さんスペシャルの車庫長になってます。でバネレートの方が、フロント18キロのヘルパー2キロで、リアの方が、20キロにヘルパー5キロっていう感じでなっております。はい、でさっき出たあのボンネツイされるようにちゃんとなっております。はい、じゃあ次はちょっと室内見せていこうと思うんですけど、まずトランクですね。一応まあドン柄にはなってますんで、ちょっとさっき洗車したんでね、ここにねかけるとこがあるんですよ。これがこういつもかけるので使ってます。これも自作で、で一応、ネット使ってます。結構やっぱりね、物がもうぐちゃぐちゃになっちゃうんで、ネットはもう確実に使ってますね。あと一応リアのタワーバー、クロスタワーバー、クスコさんのやつが入ってます。であそこクラック入って割れてしまったんで、あの分厚くして溶接してもらってます。はい、そんな感じですね。でリアもこんな感じでカーボンドアになってます。でリアはねちょっとスモークの入ってるアクリルになってます。これももう固定になってます。はい、
な感じで、あとこれ、ハーネスかけるのにこうシートベルトですね、サーキットのここにかけれるように便利になってます。でここのまあ補強バーっていう意味合いもあります。はい。でいつもね写真オンボードはこれで撮ってるんですけど、これも直接僕やっちゃってるんですけど、これ直接やるともうルーフへこむっていうか、上から見るとボコって突き出しちゃってるんで、絶対やる方は、まあ、ルーフどんがらにしないとね、直でやる人いないと思うんですけど、後つくんでなんか当て物した方がいいとは思います。で、バケットシートの方は RMS レカロ2脚入っております。これも結構スポーツシェルで、結構腰が深くて、で、結構広い感じはしますね。ワイドな感じ。ただ剛性はかなりあって、結構いいです。はい。で、あと、これお気に入りの、リベラルさんで、販売しておりますドリンクホルダーなんですけど、こちらのカーボンの柄ワンオフで選べるんです。ここ赤カーボンでもできるし、黄色いカーボンとかもできるし、こうワンポイントでこことここはちょっとね、僕は青ラメのやつを入れてもらって作ってもらいました。あっちもあります。すごいね、お上品で質感高いんで、これはすごい気に入っています。あとそういえばリアワイパーもレスにしています。 R パーツさんっていうとこのやつです。漏れとか一切ないです。はい。室内ですね。室内買ってるところはまず、3連メーターですね。デフィのBF シリーズ、左が、油温、真ん中が油圧でブースト系、水温系になってます。はい。まあこんな感じで、はい。で一応温度類の方は、先ほど言ったプロオーバーさんのラジエーターコンポジットの入っていて、あとローテンプサーモンもつけています。でこれはこの前だいぶ20度ぐらいある富士を走ったんで、ちょっと温度類ちょっと結構きつかったんですけど、普段だと、シーズン中サーキットだとだいたいまあ油温が110から115の間ぐらいで、水温もまあ、上がっても95から97ぐらいですね。はい。だいたいいつもそのぐらいで走れているので、はい、問題なくバンバン走っています。あとはなんだろうね、あとこれはエヴァ F、空燃費系になってます。はい。であとは、EVC ですね。だとまあレーダー探知機です。吸気温度はいつもここで見ています。だとあれか、これだね、奥山のなんて言うんだっけ、ヒールアジャストプレートって言うんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、どんがらにしてね、高さがすごい低くなっちゃって、でボコボコだったんでこちらを導入しました。はい。でまだこの辺はちょっと内装ついてるんですけど、そのうちまあグローブボックスとかこの辺もちょっと来シーズンに向けてもっと軽量化しようとは思ってるんで、はい。でまだ配線もちょっと残ってるんでね、もうちょっと綺麗にしていこうかなと思っている所存でございます。
はい。あとステアリングの方が OMP の、スターリングで 32% になってます。昔350使ってたんですけど、だいぶちょっと径が大きいのと、ちょっとやっぱちっちゃい方がハンドル切りやすいんで、クイックなんで、とてもこっちの方がいいなと気に入ってましてね。あとクイックリリースになってます。片手じゃちょっと取れねえな。はい、一応こんな感じで、で普通はショートタイプのボスをここにつけるんですけど、僕はちょっと身長が大きくてシートを後ろにやるっていう兼ね合いもあって、ここ普通の、普通のボス、長いやつ、普通これの半分ぐらいなんですけど、ショートボスって普通のタイプのを使っていて、ステアリングをだいぶ手前に持ってくるようにセッティングしています。それとあと見えないところで言いますと、フロントのデフ LSD が、クスコ RS に変わってます。でリアもクスコの RS、リアは 1.5A のフロント1ワンウェイになってます。で一応両方吊るし状態で入っていて、まあ、今シーズンちょっと、まあ、リアの主張がだいぶ強いなっていうのは思っているので、ちょっとリア落としてフロントの効きを強めたいなというふうに、ちょっとセッティング変更したいなと思っています。あと腹下とか見えないところは結構クスコさんの補強のバーが入っているので、だいぶまあ普通の VAB よりは、まあ、乗ったらわかると思うんですけど、だいぶ剛性感は出ているかなと思います。でまあ剛性出てるんですけど、その分ちょっとやっぱ重さにはなるんで、補強のバーがね、だいぶ、はい、そんな感じです。であとメタ不動はプローバさんのやつ でこのちっこいのがシャイニングスピードさんだったかな、使っていますね。はい、まあだいぶお金かかりましたね、この5年で。まあ本体が500万近くで、改造費はもう500万オーバーではあるんで、まあ総額も1000万以上の車にはなっちゃってますね、この車。はい、本当にもう本当にさっきと走ると金がかかる車なんで、ちょっとヒーヒー言ってますが、はい、そんな感じです、僕の愛車は。はい、シフトノブとかもちょっと変えたいなとか思ってますけどね。はい、という感じで、ちょっと久々に、自分の愛車紹介、多分もう 2,3 年前のものになってるんで、ちょっと5年の時を経てね、まあ熟成はまだしてませんが、ほぼまあ完成の域には入ってきている僕の VAB のご紹介でした。はい、以上です。